どうも、銀次です。お願いします。今日はですね、こちら GU のアイテムをゲットしたので、そちらを皆さんにご紹介していきたいと思います。ダスク、行ってみよう。はい、本日は GU のアイテムをゲットしたので、そちらを皆さんにご紹介したいと思います。イエイ。ということで、こちらなんですけども、先日僕 GU の展示会にお誘いいただいて、りょうくんと行ったんですね。で、それをこちらの動画でアップさせていただいたんですが、その感謝の印として送ってくださったのかなと思います。はい、 GU のねアイテムいただいちゃいました。ありがとうございます。ということでですね、本日は GU のアイテムをですねご紹介していきたいと思います。はい、いきます。ジュン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 、サン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 、ストレー。ということで、さあ何が入っているんでしょうか。僕もね、全く中身全然知らないんですよ。なんですごくねワクワクしてます。ちょっとまあ届いてから開けるまでがかかっちゃったんだけども、はい、見ました。なるほどね。はい、というで、手紙や詳細などが書かれた紙が同封されてました。2018年 AW 新作のご案内、弊社より GU ご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。この度秋の新作商品をいち早くお送りさせていただきます。ぜひお試しくださいませ。色からはお選びできませんのでご了承ください。もしお気に召していただいた場合は、ウェア、インスタグラムなどにもアップしていただきますと幸いです。下記のハッシュタグをつけていただければ GU 公式アカウントでも紹介させていただきます。だそうです。はい、僕はウェア、インスタグラムではなく YouTube で紹介させていただきます。はい、今回お送りいただいたのがイージーアンクルパンツとクルーネックティーですね。こちらが4月9日発売の新商品でございます。はい、でなんとですね、2枚目の方にですね、矢原さんのお手紙もございました。エンジ様、いつもありがとうございます。展示会でご紹介させていただいたアンクルパンツとお気に入りのセレクトしてくださったビッグティーをお送りします。ぜひお試しください。また店舗貸し切り企画などありましたらお気軽にご連絡ください。今後とも何卒よろしくお願いいたします。やはら、ということでですね、皆さんのアイドルやはらさんからですねお手紙いただいちゃいました。ありがとうございます。では早速ですね、今で確認したところ T シャツが1枚、パンツが2枚入ってました。ということで早速 T シャツさんから登場していただきましょう。それがこちらです。ペイーン、こちらでございます。こちらですね、クルーネックティー5分袖でございます。色がパープルでございます。サイズは M サイズで、価格がなんと後ほどご紹介します。はい、いや、ばい、ばーばい安い、ばーばい安いよ。はい、でこちらがですね、クルーネックティー5分袖のパープルでございます。ほんとね、パープルだね。まさしくパープルって感じののみで、まあ、若干ワインネットでも似てますよね。はい、変わった感じなんですけども、非常にしっかりとしてて、シワになりにくく、その張り感があって、このポンチ素材を使用しているので、夏は1枚で着れるし、秋はそのインナー扱いとしても使えるなと思いました。さらにコーディネートのアクセントとなります、上のねポケットがあるので、そこもね魅力的な点だなと思いました。さらになんですが、こちらですね、5色展開らしくて、カラーバリエーションもかなり豊富ですよね。なのでいろんなねインナーとして使えるんじゃないかなと思います。さらにこの首元のねリブとかもものすごくしっかりしてて、今までのね GU のアイテムには思えないぐらいにかなり頑丈です。さらに、まあ、安いブランドにありがちのことなんですが、プチプラバレしたくないっていう方も多いと思うんですね。例えばユニクロで買ったらユニバレとかいう言葉も世の中あるじゃないですか。でそんな時に、こちらの GU のアイテムなんですが、 GU っていうロゴはないんですよ。中のタグを見て、ここを見ればね GU ってわかるんだけども、まあ、そこ以外は基本的に GU 感がないんですよ。 GU を着てることが、もしなんだろう、ステータスとして魅力が感じなくて嫌だっていう人がしてみれば、おしゃれに着ちゃえば全然そんなこと気にする必要ないなと思いました。うん、っていう感じですね。なんで大人の色味で、さらにオーバーサイズなので非常に、ね、使いやすいんじゃないかなと思いました。はい、ということで早速着ていきたいと思います。せーの、はい、来ました。いかがでしょうか。非常に大人の雰囲気があっていいなと思ったのと、丈がね長すぎないので、そういった部分でも、秋さショート丈のブルゾンとかかなりね増えると思うんだけども、そういったものとの相性もいいなと思いましたね。うん、今回僕は 175cm 痩せ型で M サイズを着た結果、ほんのりドロップショルダーで肘が隠れるぐらいのサイズ感ですね。なんでもう少し肩落としたいなって方も中にはいるんじゃないかなと思います。はい、っていう感じでございます。いかがでしょうか。うん、こちらの価格がなんと1490円なんですよ。1490円、超安い、下っ端なく安い。なのでこの先 T シャツ、まあ、秋も使える T シャツ探してるんだって方は、このですねクルーネックティーめちゃくちゃおすすめでございます。はい、手首に何にもつけてないかな。どうも、ケニーです。
はい、ものすごくおすすめでございます。なのでちょっとね、これでコーディネートしていきましょう。はい、ライダースを着ました。ライダースの中に着ることによって一気に大人の雰囲気も出来上がっていいなと思いましたね。うん、こちらまあこのパープルの色味をご紹介してますけども、その他にもいろんな種類があるので、まずはこの着心地っていう部分が皆さんに伝わればいいなと思うんですが、最高です。満点、なんなら満点ぐらいなんで、ぜひねこちらのクルーネックティー一人でも多くの方にゲットしていただければなと思います。はい、秋が楽しみだね。で、こちらのね、まあ、ライダースたまたま来たんでご紹介すると、今なんとですね、夏のサマーセールによって通常価格でも本革のラムレザー使用してて1万7000円でリリースさせていただいてるんですけども、なんとそれがですね今1万1945円で皆さんにリリースさせていただいてます。ですので一人でも多くの方にゲットしていただければなと思います。はい、その概要欄もしくはこちらのカードに貼っておりますので、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。うん、いいね、マジで秋楽しみじゃない？秋最近暑くない？最近暑いんだよな。ということで、はい、全身がこんな感じでございます。いかがでしょうか。いや、いいね、めちゃくちゃ。結構夏はこういったコーディネートのようにかなりねホワイトの T シャツを着る機会が多かったので、こういった色の落ち着いたコーディネートを、まあ、どんどん寒くなってきた時にやりたいなと思います。はい、でちなみに脱ぐと、はい、脱いだらこんな感じでございます。まあこれでもね非常に清涼感あっていいですよね。なので秋はインナーとしても使えるし、夏は1枚だけで着れる、そんなね優秀なトップだなと思いました。次にパンツをですねご紹介していきたいと思います。はい、でまず一つ目でご紹介するのがイージーアンクルパンツグレンチェックでございます。こちらの価格がなんと1990円なんですよ。もうやばいよね、安すぎるよね。で柄なんですけども、はい、近くで見ていただくとグレンチェックでございます。めちゃくちゃ綺麗な色味ですね。まあパープルと言いますか赤い線が入って、で中に細かなチェックがまたさらに貼れているデザインでございます。はい、遠くから見ると細かいチェックは見えないけども、赤色のね線はよく見えるのかなっていう、そんなデザインでございます。で今回ねこのパンツですげえ驚いたのがウエスト部分ですね。ウエスト部分というのも4つあります。4つ、まず1つ目が後ろがゴム仕様なことによってウエストを選ばないっていう点で、2つ目が紐があるんですよね。紐なんで紐でもウエストの調節が可能ですよっていうところで、3つ目がベルトループがあるんですよ。なんでベルトループで、こうベルトでのそのタックインの時だったりとか、今ボールチェーン入ってますけどボールチェーンをこうかけることもできたり、4つ目が、まあ、先ほど実はちょろっと履いたんですよね。そしたら実際に履いただけでもうジャストサイズだったんですよね。なので僕ぐらい身長ですごく痩せ型でベストが細かったので、すごくねジャストフィットしたんですよ。なのでベルトがいらないパンツなんですよ。うん、めちゃくちゃいい。生地もね薄すぎず、この先ね秋頃涼しくなった時でも軽やかに履けるんだろうなと思いましたね。うん、それでは早速履いていきたいと思います。せーの、はい、ね、いかがでしょうか。来ましたよ、これね、めちゃくちゃいい。ちなみに今僕ベルトしてません。なぜなら紐があるからです。はい、で足首がちょろっと見えるぐらいのサイズ感でテーパードも効いてるので、非常にそこでも足がね綺麗に見えるなと思いましたね。うん、あとこのねクルーネックティーとの相性もいいので、これをねセットで買うのがいいのかなと思いました。好きな色を買う、いろいろカラーがあるから非常におすすめでございます。はい、そしてね秋頃こういったライダースとかと合わせるとクラシカルなイメージがありつつ、ちょっと大人の雰囲気のある T シャツを着つつ、ガツンとかっこいいライダースを着ることでかなりねコーディネートとして質が高いものができますので、秋に向けてこのパンツそしてこの T シャツものすごくおすすめでございます。でもう一つね普通のグレーのチェックのパンツもございます。はい、こちらもね履いていきたいと思います。せーの、はい、で履きました。いかがでしょうか。非常に色も落ち着いて、何よりこの太ももが当たるところが非常に気持ちいいですね。うん、太陽をよく見せたい方だったりとか安いパンツ探してるよって方はこちらおすすめでございます。はい、はい、今日は実は4月9日からリリースされている GU のアイテムをご紹介しました。上は1490円、下は1990円ということで合わせて4000円下回りました。とんでもない金額でございます。ぜひね気になる方は下の概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。そしてこちらのカードには中着てたライダースの詳細なども貼ってますので、ぜひ秋に向けてゲットしてみてください。ではこちらの動画少しでも参考になったり、また次回も GU 動画見たいよって方はぜひ高評価してチャンネル登録のほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上現地の動画でした。ありがとうございました。はい、ということで早速履いていきたいと思います。せーの、ちゃうわ。
ちゃうわ。はい、それでは早速入っていきたいと思います。